こんばんは1月5日火曜日の夜でございます平山茂ですどうも今日はなかなかことがうまく進まなくてですね結局計画通りに名義変更を終えることができませんでした悲しいです悔しいですあの書類をわーって書いててよし書いた出そうと思ったらもう窓口見たら今日は終わりましたってなってたんですよね 時計見たら4時3分だったかな夕方の4時で「4時までです」って書いてあって嘘でしょって思ったんですけどダメでしたねその場にいたんですけどね私はその場にいてこう書いてて「よし書いたぞ」ってパて,て窓口見たら本当に悲しかったですね3分、まあ、全部僕がダメなんですよね多分ちょっと家出るのも遅れたし 準備不足だったんでしょうねまあでも大丈夫かと大丈夫だと大丈夫うんまた明日行けばいいだろうというところでねこう自分にね元気をつけてやってるわけでございますけれども皆さんも大丈夫ですからねもう新年早々お仕事行ってね <laughs> もういきなりミスしたとかねなんかいろいろやっちゃったとかもうどうしようとかいろいろまあねへこんでる人、まあ、今日のね僕みたいに。 へこんでる人とかいると思いますけれども大丈夫ですから本当にいやもうこうなったらねもうやってやりましょううんこんなことじゃ負けねえぞっていうねまだ始まったばっかりですからね今年はまだ1年長いですからこうやってなんか頑張ってるなんかねこう試練試練が与えられたんだなと思ってですねしっかりクリアしていきましょう一緒にね大丈夫ですから大丈夫うんずっとあなたをねこう 元気づけますよ、私は。背中を押していきます。だから、たまには僕の背中も押してください。チャンネル登録お願いします。本当に、一緒に頑張っていきましょう。2021年、めちゃくちゃ楽しくするために一緒にいきましょう。これからもよろしくお願いいたします。大丈夫ですからね。では、また明日、お会いしましょう。ということで、また明日、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。 頑張ろう、頑張ろう、しゃ、しゃ、いけるよ。いけるよ。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫、いけるよ。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。